79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Monday. 皆さん、こんばんは。本日月曜日のハロードライブハロドラはミルクレープな鈴木愛理とレアチーズケーキジュースジュースの宮本佳美でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な山時の女子トークをお送りしていきます。今日の自己紹介は、工藤遥香ちゃんからいただきました、はい、好きなケーキは何ですかというお題でしたけれども、はい、何でしょう、私宮本かにはレアチーズケーキですね。あ、そうですね。私はミルクレープです。はい、もう本当にこれはね、レアチーズケーキはですね、はい、本当コーヒーなんかと一緒にですね、はい、たしなむ感じでこう食べていくっていうのがね、すごくいいスタイルですね。土台の部分はタルトが好き。あ、まあ土台の部分はどうでもいいんです。どうでもいい。どうでもいい。上のクリーミーのところがね、お大事。お大事なんです。あ、うちドトールのミルクレープ好き。あ、ドトールのミルクレープね、美味しい。美味しいんだ。知らないな。あそこなんか断面図、カン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 って下ろしていく感じ好き。わかる。わからなくもない。絶対は勝てない。はい、ということで月曜日はこの2人でお送りしていきますとか言って、今日は大事なことがあるでしょ。あなた何ですか。宮本かりんさん12月1日お誕生日おめでとうございます。わーい。パーン、そうみたい。パンパパンパンパン。やばい。20歳の誕生日を12月1日に迎えました。イエーイ。あのですね、今日テンションがおかしいんです、はい、お気づきだと思いますが、すいません、オープニングからまとまっておりません。そうなんですよ。まあ後ほどなんか、後ほどね、ちゃんとご連絡しますけれども、はい、抱負は普通音でやりますから。そうです。2月にね、新曲も決まりまして、ちょっとね、はい、夜更かしをしすぎまして、はい、やめてもらっていいですか。二十歳になって最初の放送で文句ばっかりやめてもらって。ちょっともうちょっとなんか楽しげな、夜更かししすぎちゃったんで、はい、二十歳直前にして、はい、こんなに人間起きてられるんだレベルでちょっと起きすぎてるので、うん、テンションが、はい、上げ上げマックスマックスなんですよ。寝てください。はい、おやすみなさい。本当ですよね。寝てください。いや、今日は二十歳の気持ちでやってくださいよ。わかりました。お願いしますよ。私は大人。はい、ということで月曜日はこの2人でお送りしていきますので、本日も最後までお付き合いください、はい、ここからは月曜日限定コーナー。本日はハロドラ限定ハーモニー、ハモドラハモドラハモドラ。はい、はい、このコーナーはリスナーさんからのリクエストソングを2人で歌ってみるというコーナーです。はい、今週も来てますので、ここでしか聞けない永久保存版のハーモニーをお届けしていきましょう。はい、ではね、ラジオネームペッパー警部さんからですね。はい、愛理ちゃん、かりんちゃん、こんばん、ワンダフルワールド。バンワンダフルワールド。すごいな。今日はキュートさんの悲しきヘブンをリクエストします。なるほど。以前ジュースジュースのライブで金沢さんと高木さんがこの歌を歌っていた時、うん、お二人の振りを全く無視して思いっきりキュート中島さんの振りコピをしていたら、うん、最後の握手会で金沢さんに初めて見えてましたよと声をかけてもらえた思い出の曲です。おかえさんのパッドをかりんちゃんでぜひぜひよろしくお願いいたします。なるほど。いやー、これかりんちゃん一回ハロコンでやってましたよね。ハロプロのライブで、へ、おだちゃんと、へえ、そうなんですよ。あの時は どっちのパートでした。あの時もおかえさんでした。おう、じゃあ、でもね、何、ハモには自信がない。大丈夫です。いや、この間自分で作曲した時も、はい、ハモ取ろうって言って、はい、ボロボロで結局ハモやめたんですよ。なんで、だって自分でハモ取るってことはさ、はい、自分しか、自分の子に自分の子重ねるだけじゃん。いや、そうなんですけど、なんかね、なんかちょっとね、まあでも苦手な人は苦手って言うよね。苦手です。なんかでもちょっと頑張ってみますね。いいよ。3回か4回ぐらいやり直したらごめんなさい。やだ。いやーやだよ。やだよ。うん、いける。はい、多分。どこのサビでいきます。どこのサビがいいんですかね。どこでも基本的には。はい、いきます。1,2,3、はい。悲しきヘブン、心が乾くけど、たった一つ夢があるだけで私はそれで十分。セブンスヘブン、いつかはたどり着く、この果てなき空を行けば迷うこともあるで
できたよ。いやー今ねできてたかどうかがわからないやつで、あの鈴木さんがね、あの私に合わせてくれました。全然最高、私持ち曲だから。これはすごいっすね、マジで。このさ、うちらが全力で歌った後のさ、はい、トーク、そうそうそうこんな感じです。はい、真夜中にすいませんでしたね。あの一瞬音量の調節が難しかったかと思いますが、そうですね、こんな感じで結構この曲、あの上ハモ下ハモがいたり来たりするキュートな曲なので、うん、ぜひ皆さん、あのやりたかった人はいろいろ見てみてください。ということで皆さんから私たちに歌ってほしい曲募集してます、うん、ハロプロの曲から誰もが知ってる名曲までじゃんじゃん送ってきてください。続いてのコーナーはこちら、普通歌係。はい、このコーナーはリスナーの皆さんからいただいた質問や、うん、ちょっとこれ聞いてや新コーナーのご提案などなど、さまざまな便りを紹介していきます。はい、まずはこちら、ラジオネームちゃんはるさん。はい、あいりちゃん、かりんちゃん、こんばんは。んこそばわんこそばまずはかりんちゃん、写真集発売おめでとうございます。ありがとうございます。表紙があまりにも大人っぽくてびっくりしましたあいりちゃんの写真集の表紙、共鳴と少し似ていてシンクロしているなと思いましたが、自分の写真集を見返すことはありますか、ということですけど。見せてよ写真集の表紙。てってれー、えらーい。それ着てんの服？着てますね。ねえ。背中が全開の。ちょっと見せて、ちょっと見せて。背中が全開。近くで見て。背中が全開の服なんです。やだー、これもうほぼ私を抱いてじゃん。いやー。抱かせねえよ。いや。宮本かりんのことは抱かせねえよ。いやだ、あんた結構ほくろ美人なのね。いやほんとね、顔に嫌なんですよ、血でも。 いいじゃん、綺麗だわ。こんなマシュマロボディさ、ほんとよくない、ね、覚醒しないでこれ以上、怖いから。これ私がタイトル考えましてやめて、これ覚醒したい願望ありすぎでしょ、マジ覚醒え、などういう意味が込められてるんですか。やっぱり覚醒したい、二十歳の宮本かりん。あ、覚醒したいんですか。ね、惚れて惚れて。鈴木のやつもね、共鳴も確か二十歳ぐらいの時に出したやつなんですよ。おー、そうなんですね。シンガポールで撮った。私は写真集は、あの全部テーマが決まってたので、はい、もう先方が決めてたので、はい、ストーリーが決まってて、はい、その中の主人公を演じる感じの写真集をずっと高校生から出してて。すごい。だから全然自分で決めたことない、タイトル。へぇ。あの、スタイルブックは自分で全部決めてたけど、はい、写真集は全部ね、もう決まってた。いやでもいや、私のやつよりもそれセクシーだよ、全然。私の方がもう少し、あの脱いでない。写真集見返したりします？なかなか見返さないかな。意外としないよね。私も、あの、ヤフーに載ってたりすると、なんかこういう話になった時に見返したりとかするけど、そうですね、私共鳴が多分共鳴の後永遠っていうのをよく出してて、はい、それが2010年から17年までに出した写真集のなんかもう総編集みたいなやつを、はい、キュートの解散の時に出したんだけど、それはほぼ取り下ろしなかったから、はい、だいたい共鳴が、まあ、がっつり本として出したのは最後、写真集は。あともずっとスタイルブックばっかで、うん、あの、そういうグラビア要素のある写真集は出してないのよ、それ以降。大人っぽいか。でも二十歳の時ってさ、一瞬布少なくなるよね。いやでも本当に絶対なりますよね。あの、違うんです、布が少なすぎる水着があって一個。いや、なるよ。アイリもだって共鳴の時ベッド、なんかホテルのベッドで撮ったやつ、あれほぼなんかカーテンの薄いところのやつみたいなの着てたもん。じゃん。え？手ぶら。手ぶらみたいになってるだけで、これそういうわけじゃないんですよ。え、これ使われてるの中に？あ、なんかでも1個使われてました。ちょっと、これほぼ手ぶらしかじゃん。ほぼ手ぶらしかじゃん。なんで岩のとこでそんなよくさやるよね、写真集って。その岩のさ、そうです、縁で水着を着てる、で、あの、憂いのある顔をする。なぜ岩なのかっていう。少ないっすよね、これ布。いや、全員は一回来んのよ。二十歳って絶対布少なくなんの。ね、なんのよ、絶対。やだ、本当に。絶対着るから、毎回。いや、なんかさ、ここでファンの人たちに一言申す。写真集を出すとさ、はい、あの水着の部分だけ隠してさ、はい、全裸みたいにすんのやめてほしいんだけど。ある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 。なんかみんなコラするじゃん、コラージュして出すじゃん。そう、あれやめてよ本当に。ねえ、びっくりしちゃうから。なんか初めて友達になった子とかがさ、アイリのこと検索してさ、なんか脱いだことある人みたいになるからやめてよ。本当やめてほしいですよね。そう、しかもそれが巨乳だったらいいんだけどさ、巨じゃないから本当にやめてほしい。それすごいわかります。本当頑張るから、やめてだから。頑張るからやめて。
そうですね。まあでもいいですね。見てください。結構出してきてますんで写真集は。今回ね1万字のインタビューも入ってるんで。お。あのめちゃくちゃ分厚いくて、なんかこれよりちょっと大きいくらいかな。A4 よりちょっと小さいサイズの写真集でページ数がすごいんですよ。あ、はい、持ち運べます。もうねバッグに入るぜひ買ってください。本当あの何ですか、会社のあのカバンに入れられる。怪しい全然パソコンよりちっちゃいもんだ。本当パソコンの隣に。11インチより小さいですか。うん、 iPad 的な。 iPad ぐらいかも。じゃあぜひ皆さん持ち歩いてください。そう、 iPad 持つぐらいなら私の写真集持ってって感じです、うん、ちゃんとしっかりあの電車の中で見てください。電車の中で見てよろしく漫画の代わりに仮に写真集よろしくお願いします。はい、という感じです。続いてはこちらです。はい、かりんちゃん、ありちゃん、こんばんは。こんばんは。先日ハロプロのおまけチャンネルでかりんちゃんの ASMR の動画を見ました、うん、ちなみにかりんちゃんの動画内ではマッサージジェルのシュワシュワ弾ける音に一番ゾクゾクさせられました。うーん、こういった感覚は以前から自覚はあったのですが、実は ASMR という言葉は聞いたことがあったものの、今回かりんちゃんのおかげで初めてその感覚に名前があることを知りました、うん、かりんちゃんありがとう。かりんちゃんのささやき声も最高でした。ぜひまたやってくれたら嬉しいです、とのことで。なるほど。今目の前に、うん、咀嚼音が出せそうなものがいっぱいあるんですよ。どうしますか。やっぱ咀嚼していかないとでしょっていう。咀嚼しちゃう。え、どうします。咀嚼ってめっちゃ言いづらいな。咀嚼音。咀嚼。じゃあ、うん、こっちからいきますか。食べやすそうな。いいよ。あのえ、なんかちょっとプロ一回やってもらっていいですか。わかりました。ちょっといいですよ。はい。ASMR。はい。じゃあここからは ASMR コーナーということで静かに行きたいと思います。わかりました。じゃあ今から、はい、ポテトのお菓子を咀嚼したいと思います。お願いします。いきます。どうぞ。いいね。ちょっと待って結構ちゃあのさ、私ヤエバあるじゃん。変な音になりそう大丈夫かな大丈夫です。どうですか。え、結構いいんだけど、これ CM みたいな。おいしいです。どうですか、おいしいですか。おいしい。どんな感じですか。しょっぱい。バター醤油。うるさうるさすぎじゃあ私はこっちのおせんべい食べたいと思います。楽しいねこれ。じゃあこれ刃がない方でやっていい。はい、どうぞ。詰まりそう。いきます。素敵素敵なんか綺麗になった気持ち。はい、ということで、ね、ASMR 咀嚼音編ということで、うん、楽しいねこのコーナー。シュールで。そう、シュールでいいですね。やっぱ、うん、もうこの間にね5人は寝たという予想で。そうですね、あの、はい、咀嚼してもらいたいものとかさ、はい、あのなんか言ってほしい。そう、わらび餅とかね、うん、そう、そういうのほうれん草とかね。ほうれん草とか、そういうの送ってきてください。はい、楽しい。楽しいな。次行きます。はい、続いてこちらのメールです。はい、ハロドラネームくまっちくまっちさん様、月曜ハロドラのお二人こんばんは。こんばんは。そして宮本かりんちゃん20歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。以前に自身のブログでも触れていましたが、9歳でハロプロエッグに加入して20歳の今日まで10代のすべてをアイドルとしての活動に捧げてきましたね。うん、そんな人はそうそういない。あ、偶然隣にいましたね。愛理先輩からぜひかりんちゃんにありがたいお言葉をお願いします、うん、その他やーさん、鈴木さんさん、ミラノさん、たこ焼き定食さんなどから、もらいました。こういうお便りを。ありがとうございます。うん、おめでとうね。ありがとうございます。なかなかできないことですよ、そんな青春のすべてをハロプロに捧げるなんて。なんかね、いつも幸せだよ、うちらは。なんか幸せだなって思いますよ、うん、やっぱり。ほんとハロプロでよかったよね。はい、それは思います。はい、だから皆さんもぜひ幸せになってください。私たちが捧げてきた時間でね、はい、聞いてくれてる方々も。ああ、そうですね。なんか
感謝ということをなんかこうちゃんと忘れないで大人になりたいなと思いますし、うんうん、あとはでも大人になりたい幼稚って言われるんですよ、なんか親とかにも、うん、なんかあんたは本当に幼稚なんだからみたいな。アイリもアホだなって言われるよよく。そうだからちょっとね、なんか大人になりたいよね。大人らしい大人になってみたい。いいんだよ、大人にはなっちゃうんだから。そうですよね、できるだけ若くいた方がいいの。最近気づいた。じゃあもう楽しくいきましょう。若く入れた方が将来的に、はい、あのいいなってなるよ。じゃあもうそうします。いつかは老けんだから、そうしよう。そうしましょう。強みにしよう。でね、なんか豆知識も来てまして、はい、ハラドラネーム未完成ピリカさん、はい、アイリリン、カリリンリン、こんばんは。こんばんは。お二人に関する記念日発見しました。お、アイリ様が生まれた1994年4月12日から数えて9000日目はなんとカリン様が20歳を迎える2018年12月1日なんです。お、 This is 運命っすね。多分事後報告になり申し訳ございませんということですって。二人の記念日ですね。ですね。タタタンタツタンタツタタンだね。はい、イスイズンメだね。はい、そういう感じですって。はい。まあおめでたいね。なんかわかんないけど。いやおめでたいですね。これを発見してくれたこの人がすごいね。いやーほんとピリカさんピリピリしてるね、いい感じ。はい、すごい適当。相変わらずで安心してます。はい、以上ふつおた係のコーナーでした。はい。あ、ふつおた大会スペシャルいつやりますか、かりんさん。どうしますかね。あの乗ってもらっていい。乗ってもらっていい。あの台本に書いてなかったんで。そうですね。続きが書いてやり取りあってって書いてある。やり取りあってって書いてあったんで。はい、どうします。そうですね。そろそろ来ると思います。そうだね。そろそろ、ね、やりましょう。じゃあ。そろそろ。もうそろそろそろぐらいで。もうそろそろぐらいの感じでやりましょう。うん、オッケー。今数えてたみんな。そろ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 だからね。オッケー。そろそろじゃないの。いや、そろ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 の時のソロにやるんですよ。OK。はい、ハラドラではこんな感じで皆さんからの質問、新コーナーの提案、私たちに聞いてほしいちょっとしたことなどいろいろお待ちしています。宛先はhello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。初めてメール大歓迎、読まれる確率大です。ぜひお待ちしております。件名は何曜日ハラドラ、コーナー名でもらえるとディレクターさんが助かります。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブ、ハロドラ、そろそろ別れのお時間です。今回のハロドラどうでしたか、ドラえもん。最高のみ。はい、この番組ではツイッターに関するツイッターをお待ちしております。似てんな。ハッシュタグハロドラつけてツイッターしてもらえれば私たちが無駄なくチェックしますのでよろしくお願いします。はい、はい、あ、時々ねディレクターさんもリアルタイムで起きてね、あの聞いてるみたいなのでぜひつぶやいてみてください。はい、リツイートねしてくれるかもしれません。はい、はい、そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、ここで17日からですね、新曲のお知らせです。2月13日にですね、11枚目のシングル「ビタンさんぽつりとグッバイ&グッドラック」という3曲はね、あのトリプル A 面で、うん、リリースしますね。柳川奈々ちゃんの、ね、卒業も決まったのもありますので、そうだったわ。はい、まあそれでですね、カウントダウンコンサートとかね、あのハロープロジェクト全体ではありますし、はい、12月はで毎年恒例のね、あのハロープロジェクトのコンサートも1月2日中野から始まりますし、はい、あの OG メンバーの皆さんも今回まだやっほー出てくださるということで、私も出るさ。いや本当ね、あの楽しみに後輩たち待っております。もう撒き散らかして帰るからね。いや本当にあの後輩たちに、あの何ですか、めっちゃかっこいい先輩風吹かして帰っていただけたら。いや牛タンいっぱい食べて帰る。アイリは、あ、じゃあ鈴木さん8割ぐらい食べて、うん、はい、任して、はい、私の分もあげます。ありがとう。はい、やばくない、奪って帰る先輩。はい、鈴木からです。12月の17日までツアーが行われております。鈴木愛理ライブツアー2018パラレルデートということで、はい、ファーストライブツアーなんですけども、はい、最終日は ZEP 福岡で行います。あっという間に、終わってしまいますが、12月からはですね、なんと新しくグッズも T シャツが1個追加されたりもしますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そして12月31日は今年は、ロッキンオンプレゼンツカウントダウンジャパン1819に出ます。鈴木愛理は、17時20分ぐらいから出ますので、ぜひ、大晦日の日一緒に過ごせたら嬉しいなと思います。お願いします。そして2019年になると、東京ガールズコレクションだったり関西コレクションだったりファッションショー関連も続々と決まっております。ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。
明日火曜日はピンククレスの小林ひかるちゃん、二瓶優香ちゃん、椿ファクトリーの岡田梨沙ちゃんの3人でお送りします。明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブ、ハロドラ、月曜日ここまでは鈴木愛理とチェスチェスの宮本かりんがお送りしました。それでは皆さん、また来